ブレス式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 はい、こんばんはこんばんはこんばんは今回もブレス式はい誰来てるか、さっきあ、そうかチャンピオン2人来てるんですよチャンピオンの2人も、はい、なんとアルティメット MC バトルで今年の8月ですねあ、アルティメット MC バトルって言ったらちゃんと説明してくれるアルティメット MC バトルはタイガさんがやっぱりもうねどうなんやろかアルティメット MC バトルは、はい、カン MSC です、ライブラレコードライブラレコードの主催のカン主催の、はい、バトルで、はい、まあちょっと最近頑張ってる頑張ってますね頑張ってるって何それ、まあ、リアルを追求してるっていうかうほんまに MC バトルが MC バトルとしてちゃんと楽しめるレベルになってきたような気が新兵団君が出とったらしいな負けましたねギネスにギネスにそうほんで今喋った新兵団はいはい新兵団彼は B-Boy パークの今年のチャンピオンはい B-Boy パークももうほんま MC バトルといえば B-Boy パークそうですよね何年目ぐらいなんですか B-Boy パークちなみに6年目6年かそうサンボさんやったっけサンブイチさんサンブイチさんサンボさんが頑張ったのえ今年どこやったっけ武道館武道館国技館ですあそれめっちゃやばいよなだからそれはほんまに羨ましいと思ったはいはいはいそうまあ新宿を拠点にやってるバトルやねんけどそれで今年の、はいまあ、大阪と東京で、うん、東京3回の大阪2回ギネスとかもう一回出とったもんな。なんでだろう。で、ほんでそして今回のギネス。そうそう。はいはい、で、まあ今入りました。はい。そのギネスも出てたし、うん、それのこう大阪東京合計5回やった、はい、上位3名ずつを、はいはい、プラ揃えて、はい、プラスカンの16名あでグランドチャンピオン大会をこの間あれ9月の終わりやったっけな。8月の頭8月は全然ちゃう8月の終わり真ん中真ん中真ん中まあそこはぐちゃぐちゃやもんまあそんな感じで俺とシャリが司会やってお前変こいたやろこいてないですねこいたやろその時いやあやますか今じゃなくて誰の試合やったか忘れた忘れましたねあの時おったいつですか俺いなかったですねおらなかったなんかこいつ司会やってて司会中でさあ今からどっちにあげるか聞くぞっていう時にいきなり何の前もの話ブリッてマイクで平行いて全然感覚シーンとかなって逆にシーンってなりすぎてもう面白すぎてお前笑い転げとタイクにあれツッコミなかったらほんまそのままどうなったかっていういやお前聞いてたよまあまあそんな感じで、はい、それでこうグランドチャンピオン、はいまあ、要は去年のその数ある戦いの中のチャンピオンの中のチャンピオンを決める大会で優勝したカルデラビスタインナハウス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 どうこんにちはカルさんお願いしますお願いしますお願いしますどうですかあれから変わりました人生もちろんもちろんもちろんどう変わったいやもう自分であれはもう自分で作ってた壁だからあ自分の中で変わったっていう、うん、周りがどうこうよりも自分自身一個そうそうそう、うん、何変わったってやっぱり何言ったらギネスさんなんですけどまあカンがよく言うてるねたまによく言うてるたまにね言ってますよね一線超えたからみたいなその一線を超えたってわけそうですね自分なりにあのグランドチャンピオンが開催されることはもう重々分かってた分かってましたねアルティメットでちゃんとだからそれはカンに対してなんか思いがあったってことその MSC とかまあ B-Boy パークよりもそっちを選んだっていうのはもちろんカンさんの存在もあるし、うん、あのイベントのなんだろう計画的な、うん、ああいう MC バトルっていうのは初めてだったし、うん、ただあの人とイベントと両方思い出があったからああそうカルス毎回コンサート出てたよねそう出てて無冠やったよねそうだね3位とか多くなったらいいえ3位か何回かなって言った3位枠出てたんだけど3位枠で出て一緒だそうやべそれが良かったのかもしれないしああ、うん、カ
俺があの日決勝で当たった人って全員チャンピオンなんです。おお、実は熱い、やばいっすね。やばいやばい。キャンドルで1回戦、予選の1回目でキャンドルで、2回目でデジじゃないですか、うん、デジ俺2回戦で当たって、はい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 、で次ヒダヤン大阪大会のチャンピオン、はいはいはい、で最後に MC か。ああ、こちらもかなりいい、なんかドラマチックな、ドラマチックな、うん、そうかそうか、ラッキーだったんですよ、だから。あー、よかったよ。何かやねん。ゲームいいね。なんかいいっすわ俺。俺全部ゲームで絶対悔しいからな。あー、こうやってこの、この言わないとね。なんかこの流れ見て、うん、そのウルティメイツとビーボイパックだから、あ、全部中途半端で終わってる。いいよ。ゲームで出た、ビーボイパック3位で終わりましたね。ケンジさん、キュマルと一緒に 3位で終わって、あ、そうか、シンペーターとあの時のケンザ390の、バトルがなんか良かったって話聞いてるけど、はい、あー、もうバチバチで燃えた、燃えましたね。うーん、何言うだったの、え、エグいこと言ったの、エグいこと言ってないっすよ、すげえ、全然、どういうことで、心身ぶつかって、あー、気持ちよかったね、じゃあ気持ちよかったっすね、見に行ったよかったな、だからやっぱりこれを三部さんに聞かすのはすごいちょっと申し訳ないんやけど、やっぱり B-Boy パークのバトル自体がさ、うん、特徴遅かったっていうのもあるし、うんうん、だから全員来れなかったっていうのもあると思うんですけど、なあ、うん、あれもったいないよな、うん、来年とかはすげえ元々来てって、うん、開催して自分からこういう風にしてくれとかも言うつもりで、そうか、なんか B-Boy パークを狙ってたっていう風なことを聞いたことある、狙ってたっていうか、俺18でほとんどラップ始めて、うん、初めて出て、うん、その時本戦まで行って、うん、その大会でクレバとかハンニャとか、うん、ケンシンとかいろんな人が出てて、もうほんとそこから俺は始まって、うん、で今つながってるやつとかもみんなそこで友達になったり、あ、自分の活動場所とかもそこから始まってたから、うん、そうか、なんか新兵だもん、昔俺絡んだことあるんだよな、ありますね、どこやったっけ、渋谷のイズム、渋谷のイズムか、Z の字が違うとかやった、 ISM やったっけ、 IZM の方やったっけ、もう潰れた方ですよね、 S の方潰れた、なんか青学の子に誘われたんだけど、あ、まあ今回紹介すると新平太君、あ、そうそう、新平太君、新平太君は今年の B-Boy パークのチャンピオンやで、はい、あ、それさ、説明せえへんかったっけ、言いましたっけ、言うたら気するよ、一番最初にそこから聞いた、すいませんいや、どうぞ、B-Boy パークとアルティメット MC、なんか2つの流れができたような感じっすね、うん、2人の話を聞いてたら、そう、俺もカール君とも前からすげえ一緒にイベント出てたし、うん、ああ、そうか、もうみんな繋がってんねんな、俺とギネスがあったのも、うん、六本木のコーっていう、あ、知ってる、そう、そこでバトルがあって、うん、賞金1万円の、うん、それで当たって初めて、うん、何年ぐらい前あれ、何年前かな、謎のピースやのギネス、それちょっと結果言ってよ、結果言ってよ、それだけ俺分からない、何、いや、覚えてない、お前がお前言わすなよ、ギネスここは言っとか、言わせなバカねえって、まあ優勝しなかったっけ、ね、誰優勝したじゃん、あれ誰だっけ、覚えていないですいや、分かれば覚えていないですギネス君、カール君にも俺にも勝った、いいこと言うねおー、そうなんです、ギネスでもなんか全然ちゃうよな、ラップしてる時さ、あのバトルの時まだこのベラベラ喋る前さ、もうこんな帽子真っ赤にかぶって、あいつそんなんか切れて人殺そうやな思ってたけど、いや、そう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 、もう今はあれだけど、その、まあ、今年はそのほら俺も頑張んなきゃ、あ、真面目な話してんの嫌だないやいや、もういや普通にでもほら話しても敵はそれみんな意識あるから、あ、もう控え室も絶対俺口聞かないし、うん、唯一口聞くのが、まあ、キュートぐらいだったから、山本民族のためでこの、うん、当たらないなって分かった瞬間に話すから、まあ、もうそれ以外も絶対口聞かないし、うん、モード入ってんねや、うん、あん時だってギネス結構殺伐としてたっていうか、なんかそうやな、でもあれがかっこよかったんやけどな、そう、今やったらお茶目になって俺、二期共産期に変わりましたわもうなんか次、なんかバトルの時ギネス聞いてもちょっと微妙やないや、でも普段のギネスいいんじゃないですか、またみたいな、このラジオ
からみたいな。まじか、何がよく言うやろなんすけど。そうそう、ほんでギネスが今度その今回なんでこういう場を設けたかって言ったら、はいはい、まあ、前回もう予選はやっちゃってんけど、ギネスが主催のバトルがもうそろそろあんねんな。タフシティって。タフシティ、そのなんだろう俺らはほら音源も出してないし、うん、その もっともっとその地下にいるねラッパーだから、うん、そういうやつだから見て、結局アルティメット、B-Boy パーク、まあ、どっちもそのすごいブランドから、うん、ブランド化された大会だから、うん、でもどっちも日本一っちゃ日本一だし、うん、でもそういう俺ら出てたやつらからすると、うん、結局2人のうちどっちが一番なのみたいな、うん、でもそれをそのライブラーがやるのとそのB-Boy パークがやるのはまた違うし、うんうん、でもそのダメレコの、そのでも 3on3 をやってるし、それでやるのも違うし、うん、じゃあそこが美味しいとこはじゃあ俺らがそういうのやって、うんうん、まあ、スポンサーなしでもこういう俺らみたいなでも、まあ、動きさえ取れれば、うんうん、できるっていうのをやっぱりそのもっと周り、うん、あ平日は人バーン持ったもんな。そうですね。どれぐらい入った？結構入った。200ぐらいですかね、予選の予選だけで、うん、どこでやった？ベッドっすね。ベッドや。そのなんだろう、エントリー先にも100ぐらい集まって、実際来たのは70、80いかないぐらい。あ、ほんま、うん、そうそうそう、そうか、じゃ結構人入っていい感じに。そうそう、で、カルト、シンペーターを用意して最終的に俺が勝って、今年はまあ、いや、いい年だったなって終わる予定だったけど、いや、俺がオファーの電話来た時にギネス美味しいとこ持っていけないと思ってじゃあギネス出るんだったら、うん、俺出るよっつったら、そうそうそう、出るよって言って、最初俺も本戦からだったんだけども、負けてへんかったか、それたら。そうそうそう全然負けてクルー内で話してそのいや予選の予選からだろっていう、あ、クルーを、そうそう、みんながね満場一致で言われたから、まあメンツも関係ねえなって思ってしまって、そけたらまあ本戦のお楽しみです。その後はいや誰に負けたもんね。え、ノンキーっていうやつが、うん、やつがおってそうそうそう、だから俺らはいつもほら今まで出てきた時はそのほら強いやつを倒そうっていうスタンスでやってきて、うん、そういうなんか大物食いなラップを俺らは多分してきた。ああ、なるほどな、うん、逆に今度そいつがその俺らみたいな、まあ俺らもちょっと頑張るけど、そういうちょっとバトルで名前上がってるやつを食ってやろうっていうスタンスできたから、うん、それを俺試合中に気づいて、うん、それなりの返し方ってあるじゃないですか、うんうんうん、それができずに、うん、あらなるほどな、硬いな俺いやいや全然それ分かるで。いや、そういう話結構いい。そんな一面あるんだよ。そういう話立場変わったらほんまになそれ気づかん、中央とか大事やで、もう終わりの立場やで、みんな3人とも、うん、B-Boy パーク優勝やで。そうですね。だってもうそれと並ぶ名前ってもうクレバーとかさ、カンとか、はい、クレバーとかカンとか外人と俺しかいないですから。やろう、外人どこ行ったぐらい、海外に住んでるじゃないですか。ハワイやったっけみたいですね。すごかったね。え、ギネスだと完全追われる立場やろ。いや、昨日じゃないっすよ。いやいや、さっきそう言うとったやべ。いや、でもあれっすよね、俺もカル君も、俺はカル君見てていつも好きやん、うん、結構軽いイベントっつうかパーティー的なイベントに一緒に俺とカル君は出てて、やっぱカル君は時は際立ってたけど、それに俺たちも多分俺も際立ってたけど、でも今までは多分そんなにチヤホヤされたことなかったっていうか、うん、すげえ誰もやばいよねとは言ってくるけど、別にそれで飯が食えてるわけでもないし、いろんなものをもらってるわけでもなかったから、やっとそうやって人の目をさっきのカルトに来てたから帰れるようになったひっくり返ってた、うん、なんかテテテテテテって感じだ。そんな感じですね。何もないところからビートボックス始めたな。まあそんな感じでそんな感じ。ちょっと今回はね、そう、あの今年時間がギリがしてしまいました。ギリがしてしまう、はい、まあ、そのヒップホップの一番大事な要素、はい、全部大事じゃないけど、はい、MC、はい、MC イン、そのライミング、はい、フローすること、はい、なんかその辺をこう最大限踏ん張りまくってる日本人最強の3人、はい、ここに来てくれたわけだけど、まず B-Boy パーク優勝者、今年のシンペーター、はい、それからアルティメット MC バトル優勝者カルデラ、まあ、グランドチャンピオン、はい、カルデラ・ミスター、それから向かうの帝王ギネス雰囲気はでも一番帝王っぽいから、ああ、いいじゃないですか、この清原君。ほんで
その2人さらにマッキレース肩で見なかったな予選曲でより。そう、うん、まあ知らない。そうね、かあのギネスがこの主催する自分で言うてんやん。そう、今度主催するのギネスイベントの、はいはい、そうタフシティっていう、タフシティ、タフシティ、はいはい、でまあカルト新ベタをベスト16から用意して、うん、まあ、分かりやすく、はい、誰が日本で一番かというのをやって、うん、まあ、優勝者には守れなくブレイク DJ を務める渡来のオリジナルビートを作るおお賞金プラス。おお渡来あの人いいよな。いいおっさんで、ほんとにもうほんとグランパさんってお父さんですベッドで、いや、本戦はシムンでシムンで19日、今後は OK 2人とも負けへんようにバッチリです。そんな感じで、次回もまあ繰り越しで、このせっかくゲスト豪華やから、ああ、そうやな、繰り越しで、また次の回に話を、このメンツでラップせんと終わられへんし、まあラップをまあやってもらう感じで、ね、あと MSC もらえるから、ああ、そうですそうです MSC もらえる、当然俺も出るから楽しみにしとってください。ほら、今回これで。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。This program is part by Nifty. Kokoru and Podcasting Juice.